で俺疲労困憊だって今からクラリネットやるって思ったらもうね楽しそうやで。こんにちは、宮本です。あのね、今クラリネットをね一応組み立ててはいたんですけど、すげえ疲れた。未だにこうクラリネットをどこ持ったらいいのか分かんなくて、キーを持たないようにね組み立てようとするとほとんどがキーだから、もうどこ持ったらいいか分かんなくて、もう俺多分クラリネット向いてないと思うけど頑張る。いよいよ音出していない最後の楽器、クラリネットになりました。出る気がしないね。サックスのねリガチャを取り付ける段階でも僕はくじけてましたから。で、前見せた欠けたリードあるじゃないですか、あれとは別にもう一個ね付いてたんですよ。よく見てなかったんですけど、このリードあったんで、とりあえず今日はこれで吹きたいと思います。後日 2.5 と3のリードでやっていきたいと思います。あー疲れた、もう体力が、あーって。さて、まず押さえる場所から学んでいきましょう。ごめんなさい、本当に疲れてるんだ今。慣れないことをやるってこんなにも大変なんだね。ここ左ってこれで合ってる？なんか間違ってる気がするんだけど、こんな持ち方？右の親指はどこにやればいいんだろう。押さえてればいい、とりあえず。右手はこうかな。これさ、金全部一緒だよね。ここ1個押せばさ、ここ3つもさ全部押ささるからさ、これ必要あんの？いや全く分かんねえ。もうごめん、本当にごめん、マジでごめん、許して。いや許さなくてもいいからごめん。ああ、よく弾くやつや。こっちとしてもモチベーションが上がらないよ。いや下手くそな俺は悪いんだけどさ。あーなんか低い音が出たけど、あーもう怖い、壁どんどんされるの怖い、壁どん怖い。ちょっと真っ向で音は出たんだけどな。なんだろう、組み立て方が悪いのかな、そもそも。いやそれもあるな絶対。ちょっと待って、あーくそ、土曜日に来るんじゃなかった。あーダメだダメだ、これやるとまたもう怒られる。息が漏れてる感じする。音もちっちゃいし、ちゃんとした音じゃないから全然ダメ。ちょっとこんなんじゃ練習になんねえな。もう一回一からクラリネットはやらないとダメだ。せっかくのクラリネットなのにこんな感じになってしまって本当にすみません。平日の昼間、人がいない時にね、また来たいと思います。あとは家でしっかり勉強すること。クラリネット、ほんとクラリネットを楽しみにしている皆さん、本当にもう申し訳ございません。僕がちゃんとできないがためにこんな風になってしまって本当に反省しております。こんな暗い感じで終わりたくなかった。